皆さんこんにちは、堀川みくみチャンネルです。今日はですね、ハイランドセンター来ております。まあ、こちらといったら練習器具内藤雄二すっごいこのね、練習器具コーナーなんですよ、はい、何を使っていこうか、これ一応ちゃんと許可得ましたからね、今回は、はい、前回はね、許可をあの後からもらいましたけど今回許可をもらいましたら、マジで使い方は一切聞いておりません。これはあれだね、インパクトするやつね。何があるかなって、何があるかな、新しいんだよこれ。はいはいはい、これパターンのね、あれか、うん、これなんだ、え、なんなんこれ内藤雄二さんは何これ、フェンシングでしてるこちらでフェンシングの、ここでフェンシングでもするんだ、フェンシングをしてる、何これ何に使う、しかもこれグリップの差し方間違っちゃってこれ今シャフトに刺さってるのかと思ったらさ、シャフトの先まで逆から刺しちゃってるついに下から入れる時代終わったんだ上からシャフト上から入れちゃってるよ。これの練習器具とは何に使うの、すごいな。俺さ、最近さ、はい、結構その内藤雄二さんが、はい、もう教えてるプロゴルファーの人たち、はい、短いクラブ使ってんだよね。うん、あ、でもこれはちょっと割と軽くて、あ、これね、どういう効果があるか、これ正直練習器具でも何でもないんで、はい、マジ案件でも何でもないんでただただこのどういう効果があるかも分かんないんだよね。まあ、僕の日大ゴルフ部の後輩たちが結構内藤雄二さんに教わってて、はい、結構みんなね、短いクラブ使って打ってるんだよね。何の効果があるか分かんないけど、体感してみる、うん、打ったことあるんですか。ない。短いクラブで打ったことある？あります。なんか、うん、自分は違うかったです、そういう感じ。こうやるのかな、軽っこれいいよ、え全然打てないじゃんこれ何、立ってやるの、座ってやるの、あ、全然ダフるわ、何これ、はいはいはい、分かったかもしれない。立ってやって、はい、これね、まあどうだろうな、うん、膝立ちでね、これ短いクラブをやると、はい、まあ、要は下半身の回転ってほぼ使えないじゃん。使えないです。ほぼ上半身の回転だけしか使えないから、はい、まあ、上半身のどこまで捻転できるか、もう体を回す、体を回さないと飛距離が出ないね、はい、腕だけだったら絶対距離出ないから、はい、しっかり体を回す、あ、むずむずい、多分ね、でもね、多分これ使い方は立ってやるんだろうな、はい、え、短っ、これさらに短いのかな、こっちもちょっといいな、あ、おー、まあ、ちょっとこっちからすごいね、いいですね、おー、いい、まあ、結局こういうのを何球かやった後に自分のクラブで打った時にどういう感覚になるかっていうことを分かれば、はい、あー、これね、ティーアップしたらどうなんですか、意味ないですか、教えて、打ってたイメージはあるんですよ、あ、はいはいはい、分かった、はい、この練習方法、はい、結局練習器具ってさ、はい、分かった、練習器具って意外と面白いものを作ってみて、はい、それをやった後に自分のクラブ打ったらどういう感覚になるか、はいはいはい、っていうことで紐付けるじゃないけど効果を、そうそうそう、はい、あ、分かったわ、長っめちゃめちゃ長く感じるんだけど、え、何番これ、5番アイアンぐらいかと思った、長さが7番やん、すごいなこれ、めちゃめちゃ長く感じる、あのね、短いクラブで最初からこうやってアドレスするんじゃなくて、自分の、まあもちろんワイドスタンスにしてアドレスして、こっからテイクバックあげる、こっから沈み込んで、沈み込まなきゃ届かないじゃん、まあまあ、こっから沈み込んで打つように、はい、結構タイガー打つってさ、練習するときって極端に練習するんだよね、はい、極端にやります、うん、
自分で極端にイメージとかも、はいはいはい、自分でちょっとクラブを下から握るイメージだったら自分でこういうようなイメージとか、はいはいはい、極端に、はい、でやることによってちょっと体に染みついてるって、はいはい、だからこれも多分普通のアドレスからワイドスタンスで自分でこうやって沈み込んで振るのが実際のクラブになっても自然とちょっと、はい、っていう多分あれだと思う、はい、短いクラブ意外といいかもしれない、ちょっと飛距離アップとか、そうそうそう、体を使う、ドライバーもこれ使ってたな、嘘、小学校の時、片手で打ってたし、あ、マジ、ああ確かに、なんかね、練習器具とか作りたいよね、ちょっと、うん、自分でいいなと思う練習器具ね、どういう練習器具が欲しいかコメントで教えてもらえれば参考にして作らせていただきます。それはあるね、マジで。アプローチが上手くなる練習器具とかさ、いろいろ、ああ、まず、皆さん何にお悩みを、チューブでさ、どうやってチューブでどういう練習、内藤裕二さん、プロも使う万能チューブ、使い方とかあるね、このね、パターンをね、このパターン以外のやつをちょっとね、そこに載ってない以外の、ここにチューブを、ここにチューブを通します、通します、おお、はい、そしたら感覚は別に変わんないからね、ヘッドスピード上がるわ。ヘッドスピード上がる、多分ガッと持ってかれるから、うん、ヘッドが走る、ヘッドスピード上がる、もうこの辺がめっちゃ速いもん。ちょっとよくない、よくない、いや、いいんじゃないですか。だったらこれがもっと強化する場合はもっと後ろとかにすればいいんだよね、あそこをね、うん、貼る感じに、そうそうそう、これを後ろとかにして、これでこっちから回していってクラブを、はい、まあ、ほう、なかなか貼ってきましたよ、入れて、おお、すごい、すごい、硬いけど、すごい、わかんない、いや、ヘッドスピード絶対上がってるよ、左手の方がいいな、これしかもゴムチューブだから意外と手の中に入ってもそんなに感覚変わらないね、あ、うん、ちょっとね、あとはこの手の感覚がちょっと難しいな、はい、たまに気をつけなきゃいけないな、このまま帰っちゃうこと、このまま帰っちゃうと犯罪です、いや、このまま帰っちゃうとちょっと恥ずかしい思いするから、へえ、これすごいな、何これ、え、やらかめっちゃやらかい、ずっと、何これ何これ、考えるねすごっ、軽くじゃないですか、フルスイングじゃないね、うん、ちょっと怖いね、怖い、おお、意外といい、ああ、内緒、どういう、なんだろうな、一回内緒さんに聞こう、ちゃんと聞こう、ちゃんと聞こう、使い方を聞かないからこれもクイックマスターじゃなかった、あ、そうです、そうです、これクイックマスターだよ、ね、これ俺いつもあの使ってるツアーで、これ意外といいんですよ、これは普通になんかね、まあプロのキャリーバッグってめっちゃ重いじゃん、だから少しでも軽量化したいわけよ、でさ、この重さがさ3つ、あのでかいやつ、中くらい小さいやつってさ、
3本赤と青と緑のやつあったじゃん、あれあったけど、あれって3本入ってるとまあ重いんだよね、キャリーバッグで。これ1本で全部代用できるからね、これ今一番重たい状態取れる。そうそう、これを重たい分これ取ってこうすれば軽くなるし、でこれも取れるし、取れないです、一番3段階じゃなかったの？そうなの？取れないわ。これ今一番軽い状態か。それは1個なんだ。うん、軽い状態。だからこれ、まあ、重さを変えれるから、うん。これだから朝一は寒い時はもうストレッチ、うん、一番重たい状態にして、うん、まあ、ストレッチがてらに。ビュンで。で、まあ、またこのね、シャフトだけっていうのがね、自分でスイングする時に、どこで音が鳴ったかとかさ、ああでやっぱりこっち側で音鳴った方がいいとかいろいろあるじゃん、ああそれもチェックできるし、ああ、まあ、普通に素振りもできて、冬場はちょっとこういう重たいのでしっかり何ストレッチがてら、うん、夏場は重たいの振った後に、まあ、一番軽くしてビュンって振ってヘッドスピード上げる練習にもなって、ああこれはめっちゃいいです、ああもう本当毎日振ってます。またホース、おお、またホース、柔らかくしたがちなんですね。やっぱり内藤裕二さんは柔らかくしたがちなんだ。でもね、今ねこれ思ったけど、うん、絶対いいわ。これ要はシャフトがめちゃくちゃ柔らかいわけ。グニャングニャン。だからアプローチを、だからしっかりリズムで方向性で、例えばアプローチちょっと速くなっちゃったらさ、まあ当たんないし。うん、早くリリースしちゃう、こうアプローチ上から来るでしょ、はい、上から来る人ってヘッドが落ちてきちゃうから、黄色いピンを狙っても多分、あ、いったな。このしなるけどぴったりのところでコツンって打てたら方向性もちゃんとね、あでも今のとかちょっと速くなってるのかな、難しい、うん、ああ難しいわ。これをでも同じように毎回毎回当てたらリズムが一緒ってことだね、うんうん、多い。へえ、これいいかもしれない。ドライバーで球が曲がるからシャフトを硬くしようってする人は基本的に危ない。ドライバーとかで良かった時もあるじゃん、良、はい、かった時もあるのに何もスペックを変えてないのに曲がるようになったからシャフトを硬くしたら、だって良かった時あるんだから自分の問題じゃん、はい、なのにクラブを変えちゃうと、はい、これってもっと悪くなるんだよね、はい、僕たちはまあ仕事だから、はい、練習方法として柔らかい、はい、柔らかいドライバー、ドライバー、まあ、ここまで柔らかいんじゃない、はい、普通にあえてシャフトを S にするとか、はい、にしてリズムを、結局柔らかいのってさ、リズムが合わないとまっすぐいかないから、リズム結局意外とそういうミスの原因ってちょっとしたことにあって、はい、リズムがちょっといつも毎回違うとか、だからシャフト柔らかいのにして毎回毎回同じリズムで打てるようにしたら、いざ自分の普通の X のシャフトとかだったら良くなるけど、リズムも違うのにシャフトをとにかく硬くして、シャフトのもう性能、自分の体に対してのオーバースペックで打ってって、まあ一番良くない、もうこれイップスの原因になっちゃうから、はい、みんなも気をつけてください、はい。イップス克服したから、マジでイップスって直せるから、あんなの全く怖くないから、イップスは。ほんまヘッドシャークみたい、柔らかくしたから。どんどん柔らかくしたから、低価格上がんないよ。いや、もう何の効果があるって聞きましょう。出ていただいて、内藤裕二さんに出てもらいたいね、はい、お願いします、お願いします、はい、そんなとこでした。ハイランドセンターといったら練習器具、いろんなのありますからね、はい、何が出るかなみたいな感じで、ね、はい、ありがとうございます。